はい、こんにちは、ラビットです。皆様いかがお過ごしでしょうか。今日もまた新作ゲームの情報をお届けしていきたいなと思います。本日の内容はこちら。ロボコップローグシティがゲームプレイ映像を公開、解説するということでね、以前に紹介したロボコップを題材にしたゲームのゲームプレイ映像がね、最近公開されて話題を呼んでいるので、今日はその辺のことをね、紹介したいなと思います。で、ロボコップローグシティというゲームなんだけど、これは海外だと2023年の9月発売予定と発表されていて、日本でも日本語版がローカライズされて発売される予定であるということが発表されております。で、日本ではサングーという会社から秋に発売予定ということで、これはこれでね、すごい楽しみだなという話にはなってるんだけど、ただゲームの内容が FPS のシューターだっていうこと以外はね、詳しく発表されていなくて、まだどんなゲームなのかちょっとよくわからないという感じだったんですね。でも今回20分にもわたるゲームプレイ映像が公開されて、まあどんなゲームなのかというのがね、ただのシューターだけじゃなさそうだぞっていうのがね、分かってきたので、その辺のことをね、解説できたらなと思います。まあでも20分だと長すぎるので、ハイライトでね、ピックアップして解説していきたいなと思います。で、それとは別にちょっと大きなイベントがあって、サマーゲームフェスティバルというのが今週あるんですね。で、何かというと、6月9日日本時間の朝4時にスタートするゲームショーで、2時間にわたって新作ゲームとかをね、発表していくというゲームショーがあるんですね。で、当チャンネルも毎年これ公認配信させてもらっているので、当チャンネルでもね、ライブ配信やっていこうと思っておりますので、まあ、こういったロボコップローグシティとか他にもね、対策ゲームとかいろいろ出てくる予定になっておりますので、皆さんでね、一緒にまた盛り上がってまいりましょうという話ですよ。まあ日本時間だと朝ちょっと早くなっちゃうんだけどね、ぜひよろしくお願いいたします。こんな感じでね、うちのチャンネルでは海外のゲーム情報とか新作のゲーム情報を詳しく突っ込んで紹介したりしておりますので、もしちょっとでもね、参考になったという方いたら、高評価とかチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それでは早速新しく公開されたね、ゲームプレイ映像の方見ていきましょう。こんな感じで、なんかちょっとロボコップの曲っぽいけど、ロボコップじゃないぞみたいなね、曲で始まるのがまたいいよね。著作権のことを考えてってことだと思うんだけど、まあその辺は親切ですよね。で、今回はちゃんとゲームプレイ映像ということで、なかなかね、興味深いんですよね。すごいね、ロボコップ感があるなーっていう感じで。で、このドッ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 ですよね。ちょっと私、なるべく静かにね、やっていくので、私結構うるさい人なんで。まあ、こんな感じですよね。ロボコップ、FPS でロボコップが見えないっていう話が多いんだけど、なんとなくね、今回のゲームプレイ像でその辺もね、あ、そういうことなのかなみたいなのが出てたので、まあちょっと心配は緩和されたかなって感じだったんだけどね。で、今回は事件が起こって、このチャンネル9っていうテレビ局が、まあ、ギャング集団にね、占拠されてしまったみたいな感じみたいですね。で、ロボコップ出動ということです。で、もう中に入って、これですよ、ロボコップのあの曲、でーってでーってやつでもうバカバカ打っていくと。このスモークでね、見えにくくなってる場合は、このオートエイムアシストだよね、多分。エイムアシストがすごく役に立つと。で、敵が落とした武器を拾って、どうも持っていけるということだね。弾とかもそれで補充できるのかもね。で、エイムアシストが入った後は、微調整で自分でヘッドショットとかを狙っていくのかなって感じだね。まあ、こんな感じで左下にヒットポイントがちょっと切れちゃってんだけど、見えてて、意外とね、ヒットポイント減ってくなーって感じなので、まあロボコップといえど、一応ゲーム性を出すために、ある程度は打たれ弱いということになってるのかなーって感じだね。パンチがなんかね、パンチっぽくなんだけど、ドーンって感じだね。で、どうもスキルとかパークみたいのがあるみたいで、レベルじゃないけれども何か条件を満たすと、そういうのがアンロックされていくとかね、そういうことみたいですね。で、まあ、戦闘は確かにただのシューターっぽいんだけど、どうもね、今回のゲームプレイ図を見る限り、ただのシューターゲームじゃなさそうだぞというのがね、面白そうなんですよね。なので、これは期待していいんじゃないかなと。あ、で、相棒のね、ルイスとかがちゃんと一緒に来てくれるということみたいですね。ルイスが一応、バディで一緒に来てくれるということなので、まあ、この辺は映画と一緒だよね。どこもうな、パンチ最強みたいな感じになってるが。で、掴んで、ドーンということだね。で、ルイス、相棒も援護してくれるということだね。いいね、いいね。グラフィックがどうかなと思ったけど、まあまあ、まあまあいい感じですね。私は OK かなと思っております。以前にね、ターミネーターレジスタンスっていう、このやっぱ FPS のゲーム、ターミネーターを題材にしたゲームを発売してる会社なので、そんなにね、悪いゲームじゃなかったとか、高評価をもらってるゲームなので、そのターミネーターの方もね、ロボコップの方もその経験を生かしてね、かなりいい感じになるんじゃないかなとは期待しております。まあ、見た感じいいよね。まあ、武器を拾って、
で、こういうボンベとかも拾って投げられるみたいだね。ロボコップがなんかボンベ投げるとかなんか新鮮だけど、これドーンドカーンって感じだよね。爆発とか、周りのオブジェクトが壊れるのとかいいよね。ダダダンダダダン。必ずしもヘッドショットを狙っていかなくてもやっつけられるよってことだよね。で、まあ今のは戦闘シーンなんだけど、警察署に戻ってきて、警察署内をこう動いていくんだけど、ここでサイドクエストらしきものを受けるんですよね。この女の人がそのマフィーって呼んで話しかけると、このイベントシーンではロボコップがちゃんと映るということなので、まあ、ここでねロボコップ分は補充できるのかなってことだよね。戦闘では FPS だけど、イベントシーンとかではこのロボコップ分を補充してくれということだよね。これは嬉しいなって感じだよね。 FPS だけだとロボコップ見えないじゃんみたいな、ね、意見がやっぱ多いから、これがないとロボコップじゃないだろうみたいなねことなんだよね。ちゃんとロボコップが喋る、口元がちゃんと喋ってるっていう映像も出てるので、でマフィー役の人がねちゃんと声優さんをやってくれているということだからね、これは嬉しいよね。というか声優さん今何歳なんだろうって勢いだけどね大丈夫なのかなみたいな、すごいよね。でもかこれはゲロ入った酔っ払い運びたくないからロボを運んでくれるってことだったんだけど、それをやるとまあ報酬とかいろいろもらえるんだろうね、経験値かなんかわかんないけど。で射撃場で訓練みたいのもできるみたいで、これでまあミニゲームみたいな感じなんだろうね。得点を稼ぐとその報酬がもらえたり、なんかスキルポイントかなんか、スキルポイントがあるのかわかんないけど、スキルかパークかアンロックできるとかそういうのがあるかもね。エイムアシストのあれが速くなるとか範囲が広がるとかそういうことなのかな。でまた街に繰り出してって操作を始めるということなんだよね。だから警察署でなんかメインのストーリーミッションみたいのを受け負いながら、サイドミッションとかもそこらにあるのを受けていくと、なんかいろいろ報酬がもらえていくとか、そういうスタイルみたいだね。だセミオープンワールドみたいな感じだとは思うんだけど、まあ、範囲が決まっててその中では自由に動いて自由にミッションも受けられるみたいな、なんかそういうことだろうね。あとはイベントが進んでいくとかそういうことみたいですね。でこれも多分サイドミッションみたいな、これいいよねこのロボコップパトカーの光がちゃんと当たっているのがかっこいい。でどうもこの人はそのドラッグヌークっていうドラッグを売買してた子供を捕まえたらしいんだけど、そいつにそのなんかどこにあれなんだみたいなことを聞いてるらしいんだけど、ちょっと手伝ってくれないかと、話さないから手伝ってくれないかって話なんだよね。でまあ聞いてやろう、まあなんか無理やり聞いてやろうっていうのか、それともまあマフィア同士ギャング同士がドラッグの盗み合ってるならやらせときゃいいんじゃないみたいな選択肢があって、やらせときゃいいんじゃないにするとなんかそれは困るみたいなことで話し始めるとかね、なんか選択によってストーリーの分岐みたいなのがありそうだよね。なんか大きくね、あのターミネーターの時もそうだったんだけど、マルチエンディングみたいなストーリー分岐とかもあったりしたので、そのヒロインの誰と結ばれるとかね、なんかそういうのもあったりしたので、まあ、ロボコップログシティの方もね多分ある程度のストーリー分岐はあるのかなって印象だよね。で今回も操作でガレージに行ってこの人に話しかけながら、その探してる犯罪に使われた車を今探してるみたいな話で、このロボコップのアップいいよねグラフィック悪くないって感じですよ、これ臨場感あるよね。で最初税金の支払いならちゃんとやったぞみたいな感じだったんだけど、いやそうじゃなくてこの車のあれはどうなってるみたいなね、ストーリーテリングみたいのもちゃんとあるという話だよね。だまあただバン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 打ってるだけのゲームではなさそうだなというのが面白そうだなって感じだったんだけどね。まあその最初の予告編が出てからたくさん質問が出てきていたので、そのロボコップが FPS で全然見えないぞとかね、そういうのも含めてね今回のゲームプレイ像で、いやこういう形でロボコップは見えるようにしてるんだよみたいなね感じで、なんかいろいろプレイヤーたちの心配を払拭するためにこのゲームプレイ映像を出したのかなって感じだったんだけど、あでこれでね銃かけで撃たれてるんだけど、かなりの勢いでヒットポイントが減っていってるので、アーマーポイントなのか分かんないけどああいう銃かけ相手に戦うときはこうちゃんと隠れないといけないということだよね。この辺は面白そう。で武器を持ち替えのダダ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 ダンだよね。あそこに銃かけがあるんだけど、まあ、室内に潜入していって、潜入っていうか正面突破だよねさすがロボって感じだよね。なかなか見事
どんだけいるんだよって感じだけどね。マフィアいすぎだよこの街。やばいだろう、戦争状態だよね。リロードがねこんな感じで、ロボにしては結構遅いのかなって印象だけど、持ち替え、武器の持ち替えやたら早いよね。バババって持ち替えちゃうので、まあ、オートナインは弾無限みたいな感じだったからボコボコ撃ちまくれるんだろうね。でシステムリペアリングでヒットポイント回復したので、なんか回復手段があるんだろうね。戦闘中はできないけどみたいな、なんか落ち着いた時には回復できるとか、そういうことがありそうですよね。戦闘はかなり激しいシューターということだね。なかなか面白い。うん、これはいい感じですよ。ロボが遅いからね。あ、飛び降りてんだねって飛び降りレールのロボ大丈夫って感じだけど、重たそうだよね。穴が埋まって埋まっちゃいそうだけど、ドゥーン、これ開けた瞬間スローモーションになるのが面白いね。スローモーションの間にこう撃てるっていうのもなんか面白いけど、ドアを開けた瞬間が狙い目みたいな感じだよね。で今度はまた別の事件の捜査に来て、今回は女の人の死体があって、この犯人を探せということみたいなんだよね。Who killed Casey Carmel ということで、ケイシーさんを殺した人を探せということで、こうセクシーな女の人が頭打ち抜かれて死んでいるということなので、もうちょっとやばいだろうと。でロボコップのね、あの操作モードですよ、スキャンモード。これで頭をなんかぶっ放されてるっていうことで、スキャンレザルトではこうだったってことなんでね、まあ、手がかりを集めていけということなんだよね。ここにもしかしたら敵というか、あの犯人の指紋か何かが、手形が残ってるよってことかもね。でセクシーな下着をこうジロジロ見てるわけではなく、靴に何かついていると、まあ、死体を引きずった時についた泥か何かかもしれないという話だよね。こうやって手がかりを探していくっていうのもなんかロボコップらしくていいよね。ただバンバン撃つだけじゃないぞってことだよね。この手がかりが足りないと何かストーリーが進まないのか、犯人を逮捕できないのかとか、なんかあるのかなって感じだよね、ストーリー分岐とかも。これでルイスとまたね敵のアジトへ入っていくんだけど、ルイス大丈夫なのかなという気もするよね。映画みたいになんか撃たれちゃったりするのかとかね、その辺どうなるんだろうって気がするけど、例えばこうスキャンで隠れてるやつもなんとなくわかるっていう感じがかっこいいよね。ただもうちょっとオートナインの音がでかくてもいいかなと思うんだけど、な、音っていうかなんかインパクトあってもいいかなって思うけどね。まあまあいい感じだよね。うーん、オートナインがダラッダラッダラッっていう音だったような気がするんだけど、ヘッドショット決まったらスローモーションが入るのかって感じだよね。これ絶対日本じゃ規制入るだろうな。やばいだろうってことだよね。あーっと、ルイス危ない。ルイスの動きとか、あのパートナーの動きもちゃんとしてそうでいいよね。しっかりしている。たた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 。警察官とかもたくさん仲間出てきたりするのかな。銃撃戦とかあったらすごそうだけど。だから敵の種類がなんかあんま似たようなのばっかりだから似たような感じだからあれなのかなと思うけど、雑魚敵はまあ基本変わらないって感じ。あれね、ババって撃たれてるよね。50カールみたいのでね、マシンガンがかなりやばい。ロボコップは50カールで頭撃たれるとやられちゃうもんね、確か。そこが、これだね、これ。これがね、でも面白かったのが、ロボコップ持てる。持ってこれを今度使えるっていうのがいいよね。だー、あれだよね。敵のロボットとか出てきたら、こういう重火器とかをバーって持って、ドワーってやるとかね、そういう感じになりそうだよね。あとここもね、面白いんだよね。シュカーみたいなので、ドワーブルドーダーだね。ブルドーダーで突っ込んできたみたいな。こいつがブローダーという敵らしくって、爆発ボンベをね、持って突撃してくるってことみたいだね。投げてくるんだろうけど、自爆系のキャラってことだね。もちろんうまくやればドーンとね、敵の真ん中で爆破させることも可能ってことだよね、この手の敵は。でルイスが先に行って、ルイス大丈夫かみたいな感じだけどね。まあこんな感じのゲームとなっております。いや、これはね、思ってたより面白そうだなっていうのが私の印象で、まあ、皆さんはねどう思いましたか。よかったらねコメント欄でご意見をお聞かせください。
ただのねシューターゲームみたいな感じで最初紹介されてたから、なんかまあいっかロボコップ気分が味わえるならいいかみたいに思ってたんだけど、今回の見る限りねちゃんとアドベンチャーゲーム感がねすごいなということなので、あと武器とかもいろいろロボコップ持てたりとか持ち替えたりとかもいろいろありそうなのでね、これとは別になんかパークとかスキルとかねそういうのもあるみたいなので、やり込み要素というかハクスラまでいかないけどなんか繰り返しレベルアップしていく要素とかあったらまた面白いかもしれないね。まあサイドクエストとかまた見れたっていうのは面白いよね。まあそんな感じのゲームとなっております。まあこのゲームがねどんなゲームなのかというのは詳しくはね他にも動画で紹介しておりますので、よかったらね概要欄のリンクとかこの後出てくる動画とかねクリックしてみてください。あとは最初に紹介したけれども、今週のサマーゲームフェスティバルでねたくさんのね新作ゲームの情報が出てくるということなので、ぜひね皆さん一緒にチェックしてまいりましょう。